こんにちは、富田です。今日は退屈なアドリブに新しい風を吹き込む5つのアイデアっていう動画のですね、4つ目ですね。はい、4つ目のテーマ、遅くと早くっていうことについて解説をしていきたいと思います。それでは早速解説にいきたいと思います。はい、4つ目ですね。遅くと早くっていうことで、まあ、単純に四分音符とか16分音符を順番に弾くと、まあ、遅い音符と早い音符ってことですね。まあ、2分音符と3連符とか、まあ、そういう感じですね。音階を変えて弾くっていうことで、同じフレーズでもね、聞こえ方はもう全く異なります。全く同じフレーズを四分音符で弾くのと3連符で弾くって、弾くのも実は難しいんですけど、全然聞こえ方も変わるんですよね。はい、音階のことを考えずに弾くと、どうしても自分の快適な音階で弾いてしまいますね。はい、音階っていうのは何音符かっていうと、四分音符とか8分音符とか、そういうことですね。どうしても自分の快適な弾きやすい音階で弾いてしまうんですね。で、快適な音階だけになると、要はもう8分音符一辺倒みたいな、そんなアドリブになってしまいがちですね。テンポによって8分音符が弾きやすかったら8分音符だけになっちゃうし、3連符が良かったら3連符だけになっちゃうみたいな、そういう感じのアドリブになってしまうので、ここではあえて普段弾かない音階を意識して弾くっていう練習をすることが大切ですね。はい、例えば3連符とか普天8分音符とか普天4分音符とか2拍3連とかね、こういった音符を普段から練習で使っておくと、そうするとアドリブの中でも自分の中のいろんなリズムのアプローチっていうのがね、できるようになります。なんで、まあ、遅く弾く早く弾くっていうのと、まあ、いろんな音階をね、やっぱり交互に弾くっていうことがすごく大事ですね。で、特にその同じフレーズでもゆっくり弾くのと早く弾くっていうだけで全然違う内容になるので、いつも同じ音階でね、弾くことにならないように3連符を弾いてみたり普天4分音符を弾いてみたり、ここのバリエーションがたくさんあると、アドリブもすごくね、マンネリ化せずに新鮮味を保ったままのアドリブっていうのができます。はい、いろんなリズムを出していくっていうことは、常にこうリスナーをね、まあ、リスナーの期待を裏切っていくというか、いい意味で裏切っていく、そういうアドリブができるんでね、特にこの普天系の音符とか、まあ、2拍3連とか、ちょっとそのゆっくりめのあんまり弾かない音符っていうのはすごく有効なので、ぜひ練習してみてもらいたいなと思います。はい、で続いて遅く弾くと早く弾くっていうことなんですけど、まあ、これもそのままですね。遅く弾く部分と、まあ、早く弾く部分ですね。遅いと早いっていう部分での、まあ、ダイナミクスをつけると、まあ、いう感じですね。まあ、単純に遅い早いって言っても、じゃあ何音符で弾くのかっていうね、ことがまあ大事になってきて、まあ、ジャズの場合だと、まあ、基本的には多分8分音符っていうのがね、一番多くてですね。で、どうしてもその、心地よいテンポでね、自分が心地よく弾ける音階で弾いてしまうっていうのが、まあ、普通だと思うんですよね。で、そこであえて、そうではない音符を弾くっていうのが大事になってきます。どうしてもこう、弾いてると自分が弾きやすい音符とかね、自分が普段いつも弾いているとか、普段練習している音階でしかね、やっぱ弾けないっていうことがやっぱ出てくるので、いつもあんまり弾かない音階っていうのを練習ではしっかりやっていくっていうのが大事ですね。どんな音階があるかっていうと、普通にまあ全音符から始まって、まあ全音符2分音符、4分音符、8分音符、16分音符っていうのがまあ基本ですよね。で、そこに例えばまあ3連符ですね、とか2拍3連であるとか、もうちょっと言うと普天ですね、普天2分音符とか普天4分音符とか、まあ普天8分音符とか、そのあたりの音符ですね、特にこの3連系ですね、特にまあ普通の3連符っていうのはジャズってもともと跳ねてる音楽なんでね、3連弾くことはあると思うんですけど、まあ、2拍3連であるとか、あと普天8分音符とかね、普天4分音符とかっていうのはあんまり弾かないっていう人もね、多いんじゃないかなと思いますね。普通に普天8分とかで弾くと、まあ単純にポリリズムみたいな感じになるので、そこはその練習がね、必要かなと思いますし、その辺の音符の長さっていうのをしっかり意識してね、弾くことができるっていうのも練習すればね、できるようになりますからね。この辺の音階もしっかりと使いこなせるようになってもらえると、自分のソロの中で出てくる音符の種類っていうのが一気にこう多くなって、まあ、それが退屈なアドリブからね、まあ、抜け出せるっていう、まあ大きな要因になるんではないかなというふうに思いますね。ちょっといろんな音階でね、ちょっと弾いてみます。Thank you.
感じでね、いろんな音階で弾くっていう、まあ早いと遅いっていうのももちろんそうなんですけど、いろんな音階で弾くっていうのが大事ですね。それを考えてるだけで、なんかいつものアドリブとはね、全然やっぱり違う感じがすると思います。いつもはコードのことを考えて、何の音を弾くかっていうのを考えるのがメインになっていると思うので、それをどんなリズムで弾くのかですね、どんな音階で弾くのか。リズムっていうとどうしてもいいリズムで弾くとかね、もちろんそれも大事で、それが大前提ではあるんですけど、何音符で弾くのかっていうのをちょっとこう頭の片隅にね、いつも置いておけると、それだけでかなり、まあ、考えるし、アドリブの中で何音符で弾こうかって考えるんですね。で、常に同じにならないようにっていうのを考えながら弾くんですね。同じ音階ばっかりにならないように考えながら弾くっていうだけで、いろんなアイデアっていうかね、が出てきます。もちろんそのいろんな音階っていうのを、まあ、練習しておく必要があります。それをちゃんと分かっとかなきゃいけないので、なのでもちろんそのいろんな音階で弾くっていう練習は必要ですね。あの解説の方でもね、紹介しましたけど、まあ、普天系の音符とか普天八部とか普天四部とかで三連符とか二拍三連とか、この辺とかっていうのはやっぱりそういう練習しないとなかなか本番ではね、意識的にしないと出てこないので、こういうのはしっかりとそのリズムだけに特化した練習をしておくべきかなと思います。でアドリブの中でやっぱりそのいろんな音階で弾くという意識を常に持っておくことっていうのが大事かなと。これがまあアドリブのね、まあマンネリ化というか、まあ退屈なアドリブにならない、まあ僕は一つかなり大きなポイントになるかなというふうに思ってます。